第五代、リーズ公爵フランシス・ゴドルフィン・オズボーンは、イギリスの政治家、貴族、ショーピット内閣で、外務大臣を務めたことで知られる。社位を継承する1789年までは、カーマー前公爵の儀礼称号で称された。リーズ公、フランシス・オズボーン1751年1月29日、第四代、リーズ公爵トマス・オズボーンとその妻、 メアリーの間の一人息子として、ロンドンに生まれる。ウェストミンスタースクールを経て、オックスフォード大学、クライストチャーチへ進学。1774年に、愛選挙区。1774年から1775年に、かけて、ヘルストン選挙区から選出されて、庶民議員となる。1776年5月15日に、繰上げ貴族院召集令状によって、 父の第四代リーズ公爵くらいの資格で貴族院議員となった。1776年から77年にかけて、進出自重長を務めた。1777年に、数密顧問官に列するとともに、シャーロット王妃の大妃内長官となり、1780年まで務めた。 また1778年から1780年と1782年から1799年にかけてヨークシャーの東リディング知事を務めた。1783年から1791年にかけてショーピット内閣の外務大臣を務める。彼が外省に就任した頃、問題となっていたのはオランダだった。当時オランダはアメリカ独立戦争の余波で、 神衛的なオランダ総督ウィレム五世派とアメリカ独立を支持する神仏的な愛国派に分裂していた。イギリスは1784年に第四次英乱戦争に勝利して愛国派を一時的に打倒することに成功したが、その後再び愛国派の機運が高まって愛国派に政権を握られた。フランスは東、インドでイギリスに対して優位に立つべく、 愛国派を支援することでオランダ東インド会社を有するオランダへの影響力を拡大させようと図っていた。これを危惧したカーマー前校は1784年に外交官ジェームズ・ハリスをオランダ全権行使に任じ、ハリスを通じて総督派を支援して愛国派の封じ込めを図った。最終的にはプロイセン軍が出動して愛国派を鎮圧したため、 1788年4月には、オランダプロイセンと同盟を結ぶことができた。外省在任中の1789年3月に、父の死により、第5代リーズ公爵位を継承した。1787年に勃発したロト戦争をめぐっては、当初不干渉の立場を取ったが、1790年末から1791年初頭に、かけてロシアに、 インドへの道を圧迫されることを恐れ、干渉政策に切り替えた。もし、ロシアが現状維持に応じないなら対路回線も辞さないという立場を取った。ピットも同様の考えだったので、ロシアへの最後通帳の起草を行い、1791年3月の閣議に提出した。しかし議会では、ホックする議員らが対路軍事費増額予算案に激しく反発したことで、 タイル回線反対の機運が高まった。これを受けてピットはタイル回線不可能と判断してロシアに最後通帳を出すことを中止した。しかしリーズ校は最後通帳取り消しに反対したため1791年4月11日をもって外省を辞任することになった。1799年1月31日に死去した。借位は 長男ジョージ・オズ・ボーンが継承した。1776年5月15日に、繰上げ直書によって、以下の父の借位を使用して、貴族院に出席。1789年3月23日に、死去した父より、以下の借与及び、順段借位を継承。1773年に第4代、ホルダーネス伯爵ロバート・ダーシーの娘アメィアと結婚。 彼女との間に以下の三子を設ける。1779年にアメリアと離婚し、1788年にキャサリン・アンギッシュと再婚。彼女との間に以下の二子を設ける。ありがとうございます。